up, you guys? Today I'm going to be reacting to Naruto Shippuden sibling tag team. That is dope. Finally, they're gonna work together. It's so cute. It's so adorable. Ah! What Sasuke has always been wanting to. His big brother. Now they're gonna fight Kabuto. Anyways, guys, hopefully they stop him. This is so cute. This is gonna be awesome. This is gonna be epic, guys. That being said, guys, let's get to it. インテリはじっと見つめられるのに慣れてなくてね。現実対策か。あの蛇たちの動き、俺たちをちゃんと感知してるぞ。蛇は体温感知と舌で匂いを口内に送り、嗅覚感知もする。ずいぶん勉強したな。まるで蛇博士だ。調べたさ、オロチマルを倒す。確かに、それで隠れてるつもりなんだとしたら。サスケ、気をつけろ。チャクラがあちこちにある。どれが本物かは分からんぞ。いや、誘導的に肉体変化する能力、体液を使って分離する。ハッピーに見えるのはそのせいだね。データ回復技術、君のよく知るカリンだよ。カリンが渦巻き一族だと。渦巻き一族の血を継ぐ者は髪が赤いのが特徴でね。生命力はゴキブリ並みだよ。さあ、そうすると気になるのはもう一人の君のお仲間だけど。いや、もう仲間ではないのか。体内に取り込む特別な体を持っていた。それがあの暴走の秘密。急に強くなり荒々しくなる。オロチマル様は15の暴走自体に目をつけたんじゃなく、一族の力の由来に目をつけ調べていたようだ。そしてついにその力の源を探り当てた。スラルと同じだ。出来損ないのヘビが。ヘビ博士なら分かってほしいな。僕はもうヘビではない。完全な仙人の力はヘビを脱皮し竜へと昇華したんだよ。答えてやろう。まさか。おのれ。オーマイガー。スカウト。おかげさまたちがマダラに苦戦している。とんでもないチャクラだ。伝説の忍びの上に江戸転生隊だからな。不死、チャクラも無限と来ている。おかげさまたちといえども苦戦は必至か。やはり江戸転生の従者を何とかしなくては。捜索班からの連絡は？何もない。アジトらしき場所をしらみつぶしに当たっているが。ドン、迫撃の術。
いか。それに骨がきしむような光と音で視覚とジャウはイタチ。頭の中の札を書き換えてまたコマにするか。No, no, no, no. No, no, no. He's going for it. Oh, he's saving him! Oh, it's so cute! Itachi, you are how you find my place. You are very good at finding my place. Yes. Are you able to sense my chakra?またお得意の嘘で僕を騙そうと。お前のチャクラを感知できたのだ。誰も俺だとは言ってない。それができたのは一緒にいたナガトだけだ。俺にそんな力はない。今にしてお前がどこを狙うかははっきりしている。なら先にそこを守ればいい。人の心を見透かし心を読む。そしてそれを戦いに利用する。だからこそ人を騙すのがうまい。そもそも君は嘘をつき通して死んだ根っからの嘘つき忍者だしね。天井に。いくら二人だろうと。行ってきます。あれか、思い出した。イノシシ。行ってきます。イノシシ退治なんだってね。あ、やばい。また今度だ。よく追いつく。No! だから焦るなって言ったのに。戻ったら修行をつけてやる。あー、イエーイ。 That's what you wanted. Thank you. 今ならあの大イノシシも仕留められそうだな。大イノシシよりまずはあのヘビを仕留めないとな。ああ。They love each other. It's obvious. It's so cute. I love them. I wish he was still alive and they were, he would have told him the truth and they would have made peace and they would live in that live village in peace and everything would be fine. Oh, so sad. But I guess that's not gonna happen. At least no more. But anyways, guys.I really did enjoy this episode. I want to jump into the next episode. Actually, I want to do another episode, actually. Okay, thank you guys so much for watching. I hope you guys enjoyed. Comment below what you guys thought. Like, subscribe, share, and we'll see you guys next time.